週末山に行こうと思うの。ピクニックに行きたいって要望があったから、山の中で大規模な訓練をしようと考えていて。まさかピクニックに乗り気なの？どうせなら訓練の方に興味を持ってほしかったわ。生ぬるい訓練に意味なんてないわ。もちろん必要でちゃんと意味のある訓練よ。腕が鳴るわね。訓練だって言ってるでしょ。ピクニックする気満々じゃない。まあ合間の栄養補給は大事だけれども、